どうしたの？そんなに震えて。震えているね。妹の子は、そうだな。可愛い子だよ。体が小さくて、目が大きくて。そうなのですか。髪はショートでね。中学生でね。青いスモックをよく着ていた。私やっぱりいいです。一人でお兄ちゃん探します。何を言ってるんだい、ゆかちゃん。君のお兄ちゃんは僕だ。僕の妹は君だ。ここからは抜け出せない。絶対にみんな死ぬ。やがて訪れる最後の瞬間まで僕らは兄弟でいよう。ゆかちゃん、そっちは行かない方がいい。下の階ではさっき悪いことが起こった。え？これでゆかのハンカチじゃダメかな。君早く逃げるんだ。でも手当てしないと死んじゃいます。傷押さえてますから頑張ってください。早く離れろ。黒崎、誰にやられたんだ？やめるんだ。刻み刻み。もっとガキの自分からお前を止めてやればよかった。攻めてきた俺は
やるべきことしてやれなかった。何言ってんだお前、俺の親友だったつもりか。お前が俺の味方したこと一度でもあるのかよ。カモンだ。うわ、本気で反省してる。もういいよ、お前死ぬし。で、親友としてしてやるのかってなんだよ、教えろ。これだ。何でも人のせいにしてんじゃねえよ、弱虫。てめえ。待って、イザミ。お前の向かってる先には何にもないぞ。何にもだ。バカが、弱者お前だ黒崎。気がついたかい、ユカ。もう大丈夫だ、兄さんが守ってやる。強い兄さんが守ってやる。なんだ、鍵ここで幽霊にむごい殺され方するのは嫌だろう。大丈夫、そんなことさせない。そんな運命から守ってあげるよ。俺が終わらせてあげる、君の小さな命。待て待て、おい。
言うか。いるくらいじゃないのか。喉が、まったく、どこまで心配をかけるんだ。マユ、今どうしてる？どんな思いでさまよってる？壊れやすいお前、繊細なお前には俺がついててやらないと。しげに、待って。あれ、そっち。どうしたものだろうな。今日は主役選抜のオーディションがある日でしょ。ああ。だけど、どうして？私、知ってるよ。しげ兄が、一月前から本読み込んで、体育準備室で、練習してたの。見てたのか？なんだよ。声かけろよ。真剣だったもの。私、ちょっと嬉しくて。だけど、俺はやっぱりやめておくよ。どうしてよ。あんなに頑張ってたのに。演技の優劣よりも、みんな慣れ合いで投票するに決まってるからさ。マユ、お前はまっすぐな人間だから、きっと、育児のないやつと思うかもしれないが、こういうオーディションは、実力だけで決まる世界じゃないんだよ。嫌いなんだ。行きたくもないコンパとか言って、愛想笑いするの。まあ、
要はみんなに好かれていない俺に原因があるわけだけれど、私好きだよ、シゲ兄の演技。キラキラしてピカピカで楽しそうで、だけど嫌ならやめとこ。無理に出ることないもん。私だけは見たもの、シゲ兄のラスコーリニコフ。じゃあ帰ろう。あ、そうだ、クレープ屋さんに寄ってこ。チョコバナナのね、美味しそうなのが新しく出たみたいなの。マユ、俺、分かったよ。マユには俺がついててやらないと、危なっかしくて仕方ない。そう思っていたけれど。違うんだ。お前の、マユのその顔に、シゲニって、呼んでくれる、その声に、俺が救われていたんだ。出てきてくれ。お願いだ、マユ。一人にしないで。くそ、他人の不幸でも見てないとやってられない。俺はまだマシだ、まだマシ。たくさん集まったな、死体の写真。不思議だ、全部本物なのに作り物にしか見えない。テレビや映画の特撮の死体だって嘘くさく見えるわけだ。これが一番派手だな。保健室前の粉砕死体。すごい、この肉の塊、一つ一つが意志があって動いていた。人間だったんだ。死んだ後の世界があるのなら、この子は自分のこんな無様な姿を人に見られて赤の他人だから、別に心も痛まないが。なんだ、着信してるのに、写メ画像のままだ。着信表示も出ていない。音だけが鳴っている。壊れたかな、携帯の OS が。赤いワンピースの女の子か。私見たかも、その子のね。セイコと一緒にいた時、暗い教室でしゃがんでじっと
中見てた。俺も暗い廊下の影から見られていた。なんか私たちを保健室にあった古い新聞記事にも誘拐殺害事件の被害者の顔写真が載っていたが、その中にあの子もいたんだ。あの女の子の霊が幸子なのは間違いないと思う。だけどこっちの記事の中では殺されずに生きていたって。この事件から生還したのなら成長して大人になってるはずだよね。私たちよりずっと他の霊たちと一緒に子供の姿のまま幽霊になっているのはなんか変じゃない？ああ、そこが辻褄の合わないところだが、おそらくこの事件の直後に何らかの要因でやはり命を落としたんだろうな。幸子の霊に会えばこのルポ基地じゃないがもっといろいろと当時のことがわかるかもな。呪いだかなんだか知らないが、ここからみんなで出るためにこの学校を出し抜く鍵が見つかるかもしれない。ユカを見つけたら探してみるか。あの子の霊も。心配。あれから全然ユカちゃんの声が聞こえないもの。あ、なんとか別館へ行かないと。なんだ、さっきまでの揺れと違う。大丈夫か？捕まってろ。話すなよ。なんだ、なかなか収まらないな。ナオミ！天井の梁が白崎、しっかりしろ。白崎、大丈夫か？篠崎、大丈夫だ。よし。なあ！今のがあの時の出来事です。何のことだ？何か見たのか？この子たちを殺した。ああ、この文化人形の声じゃ届かないわけだわ。犯人の懺悔人違いだったんだもの。お前まさか殺害現場でも見せられたのか？そ
うよ。今私、その子と同化して、縛られて、殺されてきた。こら！その子は悪くない！知りたいと望んだのは私だし。殺人犯は女の子よ。鈴本さんが持っていた。古い新聞記事にも、顔の写真と名前が載ってた。赤い服の女の子。篠崎幸子。被害者みたいに写ってるけど。はあ？いやいや、無理だろ。子供にそんな、同じくらいの年の子供をさらってきて、監禁して、なんてよ。ハンマーを持った、あの化け物なら、子供くらい、さらったり、縛ったりも、できるんだろうけどよ。あいつは、ただの協力者よ。幸子にこの子たちが殺されているとき。あいつは部屋の隅で震えていたわ。マジ。何を理由に協力していたのかは、わからないけど。伝えなきゃ、持田君に、先生に。ああ。あの空間にいた、奈穂さんですら真実に届いていなかった。早くみんなに知らせないと、本当のことを知る前に、殺されちゃう。もし無防備に、幸子に接触でもしたら危険だわ。戻らなきゃ。ゆきちゃん、お願い。もう一度あの場所へ、連れて行って。あなたも、他の子たちもみんな、必ず成仏させてあげるから。でも、おすすめは、しません。あなたたちや、他の人たちの働きかけで。今あの空間は大きく乱れ始めています。今度戻ったら、もし理性が残っていたとしても、あなたたちをもう一度ここへ連れ戻すことはできないと思います。だけど、このまま放っておいたら、みんな死んじゃうんでしょ？岸沼君。行こう。みんなを助けに。ね、持田くんを。わかったよ。俺だって。俺だって。数少ない連れ。失うのは嫌だからな。何？何か言った？別に、何も。だったら、お前が渡してやってくれよ。サトシさんたちの周りには、今、あの子が付きまとっていて、もう一つ、赤い像もあって、それも、見つけたら渡してあげてください。わかった。体を取り戻してもらった、私たち三人は、もう、そのせいで多重次元のバランスが壊れています。気をつけてください。あと、足りなかった犯人の懺悔を引き出して
化させてあげるしかありません。私はもう心が侵され始めました。次に私見たら逃げて佐藤たちとユイ先生を探すか。けど先生と進むと森島の姿も見えなかったし、隅々まで校舎の中を見たと思うけど、マジでいるのかあいつら。考えるしかないわね。そう、多重空間。最初の教室でユイ先生と一緒の時に見た人玉が言ってたでしょ。出会えなかったみんなはきっと飛ばされた次元が違っていたのよ。だから同じ校舎にいても会えなかった。分かってなかったの？きつい。待てよ。じゃあどうやって犯人のこと伝えんだよ。会えもしない奴ら。ゆきちゃんが今言ってたじゃない、多重空間が乱れてるって。もしかしたら別次元同士の関わり合い方が変わってるかもしれない。もう一度探してみよう。先生を、みんなを。ああ、わかった。本当にわかったの？わかったって。でもよ、あの子供たちの霊じゃないっても無関係の人間を何人もこの空間に呼び寄せて閉じ込めている存在は何者なんだろう。ここに隠しておこう。ふぅ、スースーしてやだな。でも濡れたまま履いてたら気持ち悪いし。お兄ちゃん、お兄ちゃん、早いとかあいつら見つけてみんなで出して。篠崎。何？それ怪我か？尻のとこ血がいっぱいついてる。嘘。なんか尖った木とかで傷でもつけたのか？大丈夫。うっさいな、もうあっち行ってよ。あ、
よ。カバン持ってないから変えようがないし、こんな状態で持田くんやみんなに会いたくない。何か落ちてる？あれは、キサラニ学園の学生証だ。近くに、誰かいる？誰のかな？あ、中島さんのだ。幸子さんの切れ端も挟んである。間違いない。篠崎、どうしたんだよ。それ、誰の学生証だ？中島さんのよ。この近くにいるんだ。中島さーん、いるの？返事してー。中島ー、聞こえてねえのかな。探そう。きっと近くにいるよ。お兄ちゃん、ふむ。うわあ、あっち。ゆいか、お前な、その人の肩に口を押し付けて熱風吐き出すのやめろ。ブーブーお兄ちゃん、ご飯。ん？ああ、そっか。わかった。サンキュー。てか、普通に呼びに来てくれ。いや。お母さん、お兄ちゃんね。やれやれ。また自分の部屋の扉開けっぱなしじゃないか。夢か。で、行ってて。なんだ、頭がズキズキするぞ。なんだ？で、柔らかい。何かの肉？なんだ？今のはサトシ、頭大丈夫？え？さっき針が頭に落ちてきて、血が、顔赤いけど辛そうだね。ありがとう、かばってくれて。え、いや平気だ。その、血も止まってるみたいだ。そう？すごい！すごい！何なんですかこれは？どこなんですかここは？落ち着くんだ。落ち着いて、しっかり取ってくれ。ここで目にしたものは、一つ残らず記録するんだ。はい！いいぞ。成功だ。絶対にこれで取れる。
これで、この映像で世のオカルトジャンルがひっくり返るぞ。よし、早速ここで猟奇実話ルポ第3回を書き始めよう。肌で体感している生のワードが今なら書ける。よし。これはこの校舎の映像だな。さっきサトシが入れたテープだよね、これ。ああ、カメラは電源が入らなかったはずだけど。このテープの持ち主が撮影したのかな。取材？すごい。なんだこれ。至る所に落書きがある。し、に、たくない？うわ、すごい！気をつけるんだ。この学校についてはまだデータが少ない。何が起こるかわからないぞ。あまり触れない方がいい。いやいや、こんな教え取らなくてどうするんすか。ああ、すごいな。だけど先生、いいんですか。あの子、ナホちゃん置いてきちゃって。きっと怒りますよ、自分だけのけ者にされたって。そうだな、今回は事情が違う。あの子を危険な目には合わせられないよ。ま、そりゃそうですけどね。本物ですか？のようだ。死体、死体。先生、やばいですよ、帰りましょう。この子の制服、新しいですよ。僕らの時代の子ですよ。きっと全国で行方不明になっているこの何人かはここで朽ち果てているんですよ。ああ、なんてところに来ちゃったんだ。そうだな、これ以上は危険か。早く逆打ちの方法を教えてください。逆打ち？ああ、教えていなかったっけな。方法は、どうした？声が聞こえるんです。子供の声が。本当か？ほら聞こえる。何ですかこれ。落ち着くんだ。いいか、私には聞こえない。子供たちの声とは何人だ。男児か女児か。キビキ先生、今何かいましたよ。どこだね。こっちです、こっち。キビ、待ってくれ。あっ、すみません、何か踏んで。カメラ無事ですか。なあ、田口くん、どこ行くんだ。テープがもうない。替えのテープは。終わりか。なんだろう、逆打ちって。帰るための方法と言っていたな。肝心なところがなかったけど。続きあるかも。ゆかちゃん見つけたらテープも探してみよう。だな。よし、別館へ行く方法を探そう。ダメだ、このカメラテレビにくっついて離れない。そう、持ち歩けたらテープすぐ見られるのにね。
あれ？何これ？校舎の様子が変わってる。さっきのお入れ、やはりただの地震じゃなかったようだな。ええ、また空間が変な風にくっついたり離れたりしたのかな。かもな。とにかく動いてみよう。慎重にな。うん。あ、サトシ、ちょっと待って。ん？背中、服に木くずが刺さってる。あれは、サトシ、サトシと中島じゃないか。うん、やっぱり多重空間が解消したんだ。行こう。おい、サトシ、中島。よしき、篠崎、お前ら無事だったのか。委員長、よかった、会いたかったよ。私も本当どうしようかと思った。よしき、悪運強えな、お互い。そんな、鈴本さん、また篠原が。くそ、さっきまで、ついさっきまで笑ってたじゃないかよ。みんな、なんでだよ。とにかく、これ以上、誰も死なないで。委員長としての命令よ。篠崎。宍戸先生と、森重くんとゆかちゃんを見つけて、ここから帰るんだから。あ、もちろんだ。いい？殺害犯は幸子よ。出会ったら気をつけてね。奈穂さんやゆきちゃんの話では、殺害犯幸子の懺悔を引き出すことができれば、殺された三人が自動的に除霊されて、この校舎を包んでいる霊磁場が開き、元の世界へ帰れるかもしれないってことよ。赤い服の幸子か。どうすれば懺悔なんてさせることができるんだ。だよね。あなたたちのさっきの話、逆打ち法について聞かせてくれる？このテープで帰るための方法みたいに言ってたんだけどね、肝心のところで切れてたんだ。テープを変えるって言って終わっているから、きっと続きがあると思うの。キビキって人の取材テープみたいで。キビキ先生の？うん。この方法さえ分かれば、これ以上霊とかに関わらなくて済むし。除霊とかより簡単そうだし。だけど、それじゃあ根本的な解決にならないよ。除霊法、私に逆打ちじゃない方を奈穂さんが教えたのは、この恐ろしい呪いの拡大を止めてほしいと考えているからだわ。この学校をこのままにしておくと、これからもずっとたくさんの子たちがここに閉じ込められて、むごく死んでいくんだよ。そんなの、ただの高校生の私たちに何ができるっていうのよ。サチコに罪を後悔させる、その方法を、なんとか探るんだよ。なんで最初から、無理って決めつけてるわけ？
私の話だからうさんくさいって。そうじゃないけど、とにかく協力して頑張ろう。俺たちは坂内法について探りながら、ゆかやみんなを探すから、よしきと篠崎はゆい先生たちを探してくれ。おう。揃ったらここに戻ってこよう。待ち合わせだ。サトシ、これやるわ。ん？なんか味方してくれた子供の霊からお前らに渡してやれって預かったんだ。じゃあ委員長、気をつけてね。中島さん。ん？あんまり持田君に近づかないで。は？おい、篠崎。おい。何よ。もうちょい力抜けよ。中島さんの学生証、幸子さんの切れ端も、私そびれちゃった。後で渡せばいい。問題ないだろ、何にも。市場を優先して、クラスの人に暴言なんて、私。篠崎あゆみ個人としては、素直な反応だろ。俺がお前の立場でも、ああ言うと思うぜ。そう？多分。なんか、気、楽になった。おう。確かに、今幸子に出会っても、懺悔させる方法なんて思いつかないし、ゆい先生を探して坂内でもいいから、とにかくみんなで帰ろう。おう。